はいどうも、マナマンです。今回はチャレンジダンジョンのレベル6、回復なし 7×6 に覚醒ラーで挑戦しようと思います。では行きます。先生が来て、弾けない。5速揃えないといけないっていうのはちょっと難しいんだけどね。揃ったかな。水が揃ってないんだな多分まあまあまあ、どうしようかな。いけるかな。全部入ってるよね。よし、オッケー、完璧です。火持っていけば行きやすいかな。とりあえず電飾を消す感じで、まあ、あと一旦余裕だったけどね。スキル貯めてもよかった気がしますけど。OK、まあ、貯める必要もなかったかな。さあバインドされちゃうけど、どうしようかな。使うのもったいないな。てか闇吸収やから5ターン耐えないといけないかな。倒せるか、ダメージ量で。よくよく考えると難しいな、覚醒ラーでいくの。覚醒フォルスの方が良かった気がしてきた。あんまり組みにくそうな色を持っていきたいね。うわー、闇が入っちゃったよ。大丈夫か。意外と消えるけど。どんな感じだろう。両方倒せる強い。倒してよかったのか問題やね。天狗3ターンあるからな。1ターン使って、ラストターンでワンパン狙って倒せるでしょう、多分。ってことで、色が組みやすいように、この辺で、まさか？さすがに。よし、あと一旦かな。まあ、突破してもいい気がするけどね。わだつみやから、次わだつみでしょ。さすがに無理か。無理やと思うんで、スキルを全然使わずいけそうな気がするんだけど、火は残しときたいな、やっぱ。よし、行きますと思ったけど、行きます。さあ行けるでしょう。完璧。 OK。さあこっから厳しいよな。スキル使って ワンパンするしかないと思うんですけど、
どれを使うかやな。1秒しか伸びないか、こっちかな。消し入れつつ、いきます。こうかな、こう。なんか取っちゃうな。もうちょいもうちょい組めるでしょみたいなとこあるけど、セーラーを使うとこっていうか、こういう盤面が多いとこしか多分無理やねん。自分ができる普段の盤面じゃ絶対に覚醒ラーを使えねえ。よし、まあここは多分ね2倍でいくから、200倍かなこれ。最高。まあ普通に5色だけ消せば多分倒せると思うんですけどね。多分いけると思うんですけど、あんまり意識せず5色で、まあ、一応使っとくって、秒数を、キーが難しいか。あそこだけ難しいね。もういっかも。あんまり本当に5色意識みたいな。 OK。 さあなんぼ出るんだ。おおすげえ、100万出てた。余裕だったね、やっぱり。いやー、やっぱ覚醒ラー強いわ。はい、では今回はチャレンジダンジョンのレベル6に挑戦しました。前もレベル8までいけたんかなと思うんで、あと7と8は挑戦していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。